歴史って縦割り行政とかと同じで平安時代専門とか鎌倉時代専門とかうん、うん、いろいろ分かれてんだけど日本の歴史というのは当然古代から今までずっとつながってるわけじゃないですか。うん だその繋がりを意識意識しないと歴史の解釈が間違った解釈をしてしまう、うん、まあ歴史学者の人たちっていうのはねあの狭い分野の専門家なんですね、うん、だから全体見てないわけです、うん、でも歴史ってあの因果関係だから、うん、原因と結果の関係だから、うん、例えば我々のような個人の短い一生でも例えば子供の頃木登りして落ちて腰を打ったら年寄りになってそこが痛くなってきたって因果関係あるわけでしょ、はい、ところが今の歴史学者っていうのはその子 子供の頃を研究してる人と年寄りのことを研究してる人が違うわけですよなん、はい、で痛くなったんだろうみたいな話になっちゃうわけね、はいはい